はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは。どうも、続きやっていきましょう。新作のセブンのね、ウィズモーションデラックス。で、ちょっとね、考えました。さすがに、厳しすぎるのと時間かかるんで、普通でいきます。はい。またですね、難易度高いのはまた後日、しっかり育ててから遊びます。じゃないと、これ、両風じゃなくなった時に絶対無理になるんで、いずれ。いずれ多分無理になるんで、まあ、とりあえずストーリーモードを見たいっていう、目的がありますので、それを、最優先でやっていきましょう。これに対し危機感を抱いたのが南に勢力を持つ炎術である。このまま呂布が炎州で力を得ればいずれ南下することは必至。その脅威に怯えた炎術は配下である孫策に呂布討伐を命じた。孫家は今でこそ炎術の下にあるも盛況な部門の一族、強き者との戦を願う鬼神にとってまたとない相手である。孫策もずっと変わらんよね、雰囲気というか見た目が。朝鮮らと共に南進、孫策と炎術が軍を整える五軍の地へと踏み込んだ。天下に無双たる男はいずれか、今武人たちの血が熱くたぎる。よし、ということで今回はですね、長領でいきましょうか。はい、久々の長領で、第二武器もちょっと変えましょう。はい、他のものに変えましょう。なんかない他良さそうな武器。ね、どうしよっかな。スノーボードがある。なんだこれ、なんなんこれ、この武器。まあでもあれやろ、長領といえば劇でしょうよ。劇ちゃいまっか。これでいきません。いきますよ。さあ頑張るぞい。イフルートももうあとちょっとやね、とちょっとなんで、北での戦いが終われば次は、ちょっとここさっさくさいくか。さくさいきます。この辺は見たね。いやこの調子で、さあ今回は5軍ですね。5軍戦場も大変、戦場したいですね。朝鮮の服、炎術は孫家の主家筋に当たるそうだ。数年後兵は炎術は帝になりか、孫策はその兵を使ってこう、炎術は名門、やはり義族とか双剣もプレイアブル化してほしいよな。エイトってしとんかな、してないよね多分。孫策の義兄弟、その何か、呂布殿、五軍は当たった、皆様の熱気かくいう私も。なんかすごいな、こいつめちゃくちゃモブ感強くない。孫策は拾ったってだよな。そう、俺ねこれがようわからんのよ。玉璽ってさ、拾ったやつが強い。俺それがようわからんのよね。なんか拾ったやつが勝ちみたいになっとるやん、これ。前に陳宮が南、まあどういうシステムなの？ずっとわからんのよ。この戦、炎術中でも現当主孫策。ほう、小覇王と戦場で豪傑。ははは、その通りだ。呂布殿に遅れを取らぬよう奮戦せねば。開門せよ、趙文苑、出陣する。よし、行くか。出てこい。毎回思うけど敵がね近い。相手になってやる。あれ、武器間違ってない？あ、なんでこの武器なん？あれー、ちょっと待って、趙の武器がない。あれ、俺間違えたかも。あ、待って、ごめん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 、ちょっと待って、しくった。俺、超量の武器つけてないわ、そもそも。なんでやねん。間違えました。いや、超量の武器と劇をつけたかったよね。簡単になっちゃうから。しばしの沈黙を余儀なくされる。一方、呂布の有名は、さら。はい、ちょっと待ってよ。もう、ほんとに。で、俺演歌どれが一番強いんや。あー、全部微妙やな。
全部微妙やな。臨月塔とかさ、あ、でもこれ全然ないわ。相性一緒？マジ？これでいこう。いざ超文言戦場に神明を登山。よし、いざ。行きます。出てこい小覇王。遅いのよね、遅いのよね。これが意外と遅いのよね。あー、ダメージ入るか。マジでこれマジできつい。ほんまにこれの範囲がキモい。これは絶対にあれやな、罠やな。罠っぽいね、今の。まずい、これは。よし！ここは引く。ヘイ！超文言が討ち取った。どうするのこれ？あ、もう進むしかないね。まんまとおびき出されたな。おびき出され、おびき寄せれた、え、おびき出されたんじゃない、おびき出さしてやったんや、おびき出されてやったんや俺が。はい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 。ちょうどええわ、これぐらいないのがやっぱ今は。まだ、あ、これキックやった。ここは引く。いいぞ長領、その調子で戦え。よし、この戦はいわば南北随一の武勇の激突か。ならば私も持てる力を出し切らねば。私の知略が破れようと関とばだけ乗れるようにしてほしい。調整モードでとっても乗れんのよね。戦は知略でするものぞ。残念なことに。おい知るがよい。なんかしよんなあいつ。私の知略が破れようと。敵将超文言が打ち取った。やばいなこれ、また武器マジで売らないか。見せつけてくれますな。あ、来た今だ。大使シギや。彼らの力見せつけてやろう。おうよ大使じ、しょい、やらいでかー。なめんなよお前。主がわしの相手か。さあ勝負せいや。おいや、勇気だけは認めよう。だが無事に帰れると思うなよ。おいや、ディミリ君がやばい。あ、前マジか、うざー、うざい、ちゃんとうざい。キックいざ、キック、あちょー、やめな、やめな。オッケー、戦った結果だ。一旦引こう。よっしゃ。だが次はこうはいかんぞ。やばいやばい、武器が多すぎ。これ武器に入れ替えができんぞ。これ育てないかんね、早く。実に静かなものですな。で、あれば、ここは敵の攻撃を警戒すべきかと。私はこのまま進んだ後、兵を伏せます。よし、皆さんは西の敵伏兵を探して撃ってください。ノブヨ、長領も一応これ EX で多少は攻撃力上がるけんさ、攻撃力と攻撃スピードか。これは絶対に通さぬぞ。ん？お見事
な活躍ですな。素晴らしいご武勇です。やだ、よっしゃ。いくよ。よし、ほら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 、なんという武勇。いいぞ長領。あ、結構るね。おそらくはここが、ここが策のよう。では皆さん、いいよ、いいよ、いいよ、よっ、どうせ、どうせ、オッケー。なんという強さ。ここは引く。敵将、超文言が討ち取った。お見事、見せつけてくれますな。おいちょ、おいちょ、オッケーオッケーオッケー。長領といえば劇でしょうよ。まあ、俺個人的には狙撃の方が好きだけどね。狙撃の方がかっこよかった。普通に狙撃の方が好き。さあどうなる。攻撃用だよ、指揮官。こっちか。ああ、これ。さっきのとこ見逃しとったんか、俺。もう一個行かないかんのか。この左のやつやな、絶対。関東はセブンもやね。あ、関東ってシックス持ったっけ。おらんかったよね、確か。この俺が相手だ。やめな。素晴らしいご武勇です。やめな。行ってしまいました。やべえな。我が部を見ろ。ああ、うそー。正解だったな。みなかかれ、敵の逃げ場をなくすのだ。え、オッケーオッケー。さあ、あとはなんかめっちゃ出てきたよ。いいぞ長領、その調子で戦え。めっちゃ出てきたし、なんかこの劇赤くてかっこいいし。ああ、リョフの武器で無双したいけど、そんなに使えんのよね、あいつの武器今は。あ、来た、レイシとその証拠や。かわいい子ちゃんたち、俺の可愛い子ちゃん。やべえなこれ。これはまずいか。人によって全然相性が違うけんな。難しいよな。一つ一つは、一つ一つがこう好きにできんのよね。はい。お見事、見せつけてくれますな。いや、いや、普通ないのがちょうどやな、今のレベルやったら。OK、とりあえず左行きましょう。お見事、見せつけてくれますな。とりあえず左撃走って次下ね。こうやってさ、イフの方が難しいとかある？私立側の方が簡単とか、そういうなんかあるんかな。ここが貴様らの墓場だ。あー、なんかめっちゃ落石が来たで、落石が。一人でノコノコ現れる。邪魔だ！何回しても邪魔だ！よし。
へうわ強い強い来た来たぞ、ちょ、孫作よー、リョフ会いたかったぜ貴様が孫作かこれ、なんかこれめちゃくちゃいいな、両方と創作さすが、神なんて呼ばれるだけあるぜ楽しませてくれそうだなああ、そうだ俺は楽しみに来たんださあ、思いっきりやろうぜああ、来い、孫作挑戦が可愛いってこっちかよしすっごい強いすっごい強いすっごい強いやるじゃねえかここは一旦引かせてもらうぜとんでもなく強いお見事やる見せつけてくれますなえぐいなこの遊撃兵長遊撃隊長かいくわよあの下どいっていくやん真ん中かやばい吹き飛ばしてやれ敵も必死の構えまさにここが正念場ですなまずいよめちゃくちゃ兵器あるよめっちゃこんなもんか。まだあるか。まだだいぶあるな。やだー。さあ、えんよー。やーくそーもう抵抗がないやつきついわ避けれんわあれ抵抗がないとなんというとここは引く敵将超文言が討ち取ったいいぞ長領スクール調子で戦え来いやだもう一個ぐらいなかった。これか。おい、マジかよ。やばい。いやー、もうおっとあれか。どれかと思ったらこいつか。よふ、危ないぞ。私のど真ん中だったら。気をつけて。チンナおらんかったチンナオッケーさあさあそれを乗せていってくれこれだって右かな素晴らしいご武勇です見入ってしまいましたまあ孫権もおる炎術がやばいことになってるなお前らやめろ孫博君相手だぜぞ本気の誇りにかけて戦術軍本陣は死するよしはい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 さあお前が
が真の三国無双。めっちゃ三国無双いくやん。孫白が相手だ。ああ楽しませてもらおうか。OK。まだ。私の大使はついえてはいない。敵将、超人間が討ち取った。どういた？いいよ。いいよ。いいよ。さあ行きます。お前の戦、熱いじゃないか。いつかまた戦おうぜ。将兵らは何をしておるか。こいつも。じゃあ、やばい、あとシュートやもる。いいぞ長領、調子で戦え。やだ、陣の武勇。あ、待って、炎術死ぬなこれ。やだ、シュートかっこええ、セブンよ。やだ、シュートかっこよくない？なんか遅くねこいつ。オッケー、あー倒せてない、倒せてない。わしが野蛮の輩に負けるとは。倒したかった。認めはせんぞ。隷属も部門ももはや敵ではない。行くぞ、天下の頂点に立つのは俺たちだ。俺たちだ。並ならぬ治癒であった。しかし天下に無双たるは我ら呂布軍よ。 OK、 撃破、素晴らしい。さあ何かしらイベントあるかな。ないね、ないですね、イベントはなかった。はい、ということでですね、次の動画でまたお会いしましょう。次ですね、湯布軍のラスト、ラストじゃないね、まだラストじゃないね。はい、関東迎撃戦があるので、炎将軍との戦いやね、多分。なのでやっていきましょう。じゃあ、そんな感じで今回終わります。どうも、ありがとうございました。お疲れ様でした。バイバイ。